もうね、うん、イルミネーションですけど、あ、いいです、あ、いいですね。あ、ちょっと待って、あれすごいんだよ。これ、あれすごいんですか。はい、どうも、トミーです。クリスマスイルミネーションを巡ろう。季節はですね、クリスマスシーズンに突入しましたので、今回はですね、船橋市を中心にイルミネーションを果たしてどれぐらい巡れるのかというチャレンジをしていきたいなと思います。で、せっかくクリスマスのね、イルミネーションを巡るので、今日はゲストをお呼びしております。アクタースクールでイルミネーションといえばこの方です。どうぞお願いします。こんにちは。こんにちは、桜井ゆかです。はい、ゆかちゃんに来ていただきました。1年ぶり。そうですね、昨年ですね、幕張のイルミネーションを巡ろうという企画の時にゲストで来ていただきまして、うん、約1年ぶりの登場でございます。早い早いね、もうあれから1年経ったってことだね、うん、あの日からちょっと、まあ、毎月は無理だけど3ヶ月に1回ぐらい、うん、ちょっとこうやって美女ゲストを呼んで散策したいなと思ったんですけど、うん、あの日以来誰も来てません。あ、そうだったんだ。そうです、そうなんです。じゃあ1年ぶりのゲストが再び女子そうです、1年ぶり女子、再びゆかちゃんでございます。ありがとう、はい、ありがとう、まあ、今回はですね、前回と違って各所回る予定なので、思った以上にこれね、タフな撮影になると思います。頑張ります。頑張りましょう。まあ、タイムリミットとしては23時、夜の11時を目安にしております。今我々はですね、市川にあります日経コルトンプラザにやってきております。はい、すごいね、すごいよ。もうすでに周りはチラチラともうつき始めてはいるんですけども、今日もちょっとね、長くなるかもしれませんが、うんうん、よろしくお願いします。お願いします、はい。そしてちょっとね、個人的なお知らせがあるんですけど、はい、僕ちょっと今日メガネなんですよ。本当だね、うん、今日ね、右目がもうめちゃくちゃ炎症しちゃってかわいそうなことになってそう、引くぐらい赤いんですよ。なので今日はメガネです。はい、で、ところどころで曇ると思いますけども、ご了承くださいということで、はい、寒いってことで、そうですね、じゃあ行きましょう。はい、いいね、デカデカツリーがいい。行きたいとっきより明らかに今発色がいいね、暗いから。確かに存在感がすごいね、やっぱね。じゃあちょっと皆様にもご覧いただきましょうかね。はい、こんな感じでございます。はい、来た。あーねえ、ゆかちゃん立ってもらおうか、そこ。あ、はい。あ、いいね、あ、いいわ、めちゃくちゃいいぞその浮かれ慣れてない感じもすごくいいよ。なんかあの奥のさ、うん、隣になんか噴水みたいな。おー、あ、噴水ね、ここね、こちら危険って書いてある。遊ばないよ。ということで、ね、ここはね、危ないですからここ行くと吸い込まれますから、吸い込まれる、ここが危険です。はい、あとなんかこれモニターで見るとめちゃくちゃ映えてるというか。あ、いいです、あ、いいですね、浮かれ慣れてないですね。なんかツリーから鐘の音がしてる。鐘の音してます、うん、あれ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 、え、すごい、なんか起きてる、なんか始まった、なんか始まったよ、鳥が飛んでる的な。本当だね、え、めっちゃ綺麗いいじゃん、すごい、いいね、一回消えてからのライトアップ。これで、はい、1カ所目はまず終了ということですので、はい、で次、2カ所目へ移動しましょう。はい、行くぞ、せーの、うどーん、着きました、2カ所目だということで、ここはですね、中山競馬場でございます。
ね、書いてある。はい、こんな感じで、はい、門が綺麗に飾られてます。なんかある？なんかなってる。お、ちょっとそこ立ってみてあ、いいね。いいよ、なんか召喚されたみたいになってる今。本来はこの奥、はい、こっちありますよね。このゲートクーター向こうにイルミネーションがあるんですよ。例年だと開いてませんね。開いてないやな。開いてないや。ネットとかでも検索したんですけど、今年はねちょっと情報が出てなくて、やってるかもしれないという希望的観測を携えてやってきたんですが、残念ながら2021は中止でございますね。ちょっとあってよかった。そうね。でも外観というか門のところは装飾されてます。はい。まあ、ちょっとねお見せしたかったですけども。はい。本当綺麗なんで。ちょっと画像検索して。そうね。あの過去のは出てくると思うんで。うん、次行きましょう。じゃあ3カ所目に移動しましょう。はい、次に行きます。よし。はい、こんにちは。こんにちは、こんばんは。さあ、ということで、は、はい、船橋駅ということで、はい、そう、この船橋駅周辺で、そう、この船橋海ほたるミラージュというね、まあ、イルミネーション企画みたいなのをやってると、なんか駅周辺にツリーが飾られてるということなので、ちょっと見に。この上もめっちゃ綺麗。あ、そうそうね、これね、このこれね。そう、これね、毎年おなじみのもうね、うん、イルミネーションですけど、俺が飾られると船橋にもクリスマスが来たという感じがしますね。行ってみよう。はい、おい、元気。では船橋駅の今南口ですね、我々が出てきたのは、はい、京成線を越えて海側に歩いていくと、まあ、スクランブル交差点があるんですけども、その辺りにちょっとツリーが、さっきネットで調べた情報によるとあるということで、あるといいな。あるといいね。さあ、ということで今、スクランブル交差点の方に向かっております。はい、はい、これね、ドンキ跡地。ドンキが、そう、ドンキが、こんなに駅地下物件の大人気ドンキが潰れるという、ね。本当テナント募集してるよ。来ました、ありました、来ました。お、でででで、こちらです。はい、来た。いいじゃない。もう一つどこでしょう。あ、あの青いの、そうみたい、うん、あったね。当たりましょう。当たろう。青系だね。青系、誰も見向きません。早く飲みに来てくれ。うん、そういう街だから。あ、これも大きい。いいじゃん、青系だこれ。あ、いいね、いいね。余裕ないとかいっぱいついてる。漏れますね。でも確かにあのフォトコンテストもやってるっていうんで、あ、多分一緒に映り込んでもいい感じに漏れるんじゃないですか、これは。そで、この近辺にもう1本あるんですけど、蕎麦屋本田さんの前にあるそうです。蕎麦屋本田さん。地図上で言うとね。はい。はい。いや、いいね。集結しといてくれると。そうだね。こう、固まってると、一気に収穫しやすいから。そうだね。それらしきものは見当たりません。ないね。今のところ。あ、ちょっと、あれじゃない？いや、あれ？あれじゃない？ちょっと待って。ほら、だってここ、これ本田さん？お蕎麦屋さん。え、待って。私の地元の北千住焼きそばを使っております。そうですね。ゆかちゃんはあの茨城出身でございます。嬉しい。の目の前にある？これだ。これだ。これじゃない？これなんか一番クリスマスっぽいよ、なんか。確かに。一番シンプルツリー。晴れてる。このね。いいね。しかもドリーいる、うん、ドリー。これ。お、水槽がちゃんとあのサンタもいます。水槽の中に。ミニクリスマスの中に。ここにも釣りあります。さあ、それでは北口に出てきました。バスロータリーの
まあ、渡り廊下といいますか、歩道橋に上がってます。あ、ちょっと待って、あれすごいじゃん。え、あれ絶対あれすごいね。え、あれじゃない？あれだね。絶対あれじゃん。あれだあれだ。伊東洋華堂にも1個あると書いてあったんですけど、今それが僕らの目の前にあって。ありがとうございます。で、このツリーから上にさらに伸びてるね、これね。すごい。これすごいね。4階分ぐらいよ、電飾が。すごい。うん。すごい。あ、サンタ登ってる。はしごを登ってる。これかわいいね。かわいい、これはかわいい。で、あっちに入ろうとしてるんだ。4階に4階に上がろうとしてる。駅周辺だけでもかなりイルミネーション見れますので、うん、皆様もぜひ船橋へ。おすすめですフォトコンテストもやってるみたいなんで。いや、これいや、ララポートのすぐ近くの浜町商店街というところにやってきてますけども、実は先日京成線の船橋競馬場駅散策というのをやった時に、ここの商店街でイルミネーション見てるんですよ、うん、でその時は昼間だったから光ってるところは見てないし、カメラにも映ってない。うんうんうん、なので今日改めて皆様にもあの時のイルミネーションが光ってるところを見ていただける。多分気になってる方もいると思うので。気になるよ、そりゃ行きましょう。行きましょう。行こう行こう行こうなんかすごそうね。しかも高速の真下ですから、ここね。本当だ。じゃ、ちょっと皆様にも見ていただきましょう。すごい。あ、結構すごいね、これね。すごいこんな感じです。すごい。しかもこのいい感じにこの壁にね、こう反射してる。すごい。この上がね、すごい。これミラーボールがあります。これ壁があることをうまく利用してるね。ちょっと引きで撮ろうかな。いいね、らしさが出てる。すごいね。で、これはもう4箇所目ですね。よし。で、時間もですね、今もう9時を過ぎた。あっという間です、うん、移動してたらね、意外と時間がかかっちゃう、ね、そう。急いで、時間がある限りどんどん進んでいきたいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、それでは移動してきました。はい、ここは総武線の津田沼駅です。はい、津田沼のちょっと目玉といえば、千葉工業大学のキャンパス内にあるクリスマスツリー。あ、有名な。そうですね。で、前回もちょっと僕配信でこの近くまでは来てたんですけど、はい、その時はちょっと遠目に映すだけに終わってたんで、はい、今日はちょっと近くまで行ってお届けしたいなと、はい、いうことでございます。そうなんです。入れるの？入れると思う、多分。一般開放されてるんで。スリーとかって見れたりするかな。コロナで外国の方が入れない状態なんです。あ、そうなんですね。申し訳ないです。わかりました、すいません。なんと残念ながら、はい、コロナ対策で部外者の方は入れませんと。ただですね、学校の周りから結構見えますから、ツリーは諦めずに外からしっかり見ることはできるので。進撃の巨人でいうと、うん、何メートルですか？18ぐらい。18いってますか。結構いってる。結構いってるね、うん、そしてもう時間が今10時を回ろうというところなので、あと1時間です。やばいです。ちょっと可能な限り行きましょう。はい、急ごう急ごう、行くよ。クーラー本当に。はい、ということで、津田沼駅を出発して、はい、今我々はどこにいるんでしょうか。ゆかちゃんからお願いします。ポートタワー、千葉県のシンボル、ポートタワーのふもとまでやってきましたよ。このクリスマスシーズンになるとタワー自体をこうちょっとツリーに見立てるというかね、結構こう電飾が、そうなの、はい、飾られるんですけど、うん、漆黒の闇。11時になったんですよ、時間もね、うんうん、そう、もう闇でしたね。これが何時にまで生きてたのか、最初からやってないのか、そもそもポートタワーなんてなかったのか。まだまだそのコロナの影響を受けている。そうだね、イルミネーション業界で人集まっちゃうから。そうね。
密になってしまうからという理由もあるんでしょうけど、あると思う、うん、まあ、クリスマスシーズンまではイルミネーション飾ってるところもあると思うので、皆さんぜひ足を運んでみてください。ということで、じゃあ今回はこの辺で、はい、締めさせていただきたいと思います。変な終わり方になってしまいました、すいません。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 バイバイ。